われます。ここはやりたいことをやるべき場所なんですから。帰りにスーパー寄って買い物して帰ろうね。ともや、こんなところで寝たら風邪ひいちゃうよ。10分待ってくれますか？書き記しておきたいんです。彼がここにいる証明を。別に今それをしなければならないっていうことはないと思うけど、後悔したくないんです。失った時に気づいても遅いんです。失う、嫌だから結婚までしたんだけどな。ああ、いいよよ、猿、結構モノマネしてあげるからなんとかしてよ、バカ野郎。あんな会議になってないような会議聞いてるだけで頭おかしくなるわよ。何あれ、バカバカ知ったら安心しない。私が戻ったら死人が出るわよ。街角で寿司配ってわさび大量の寿司に当たった奥さんに商品券をプレゼント企画。今会議室で上がってる議題、提案したのは第二企画部部長の奥さんのアイデア。大方愛人のだと思うけど。不利な上に素人のリアクションに期待しながら街中寿司持って練り歩く私たちってすごくかっこいいと思わない？なんていうか、つまんないことを得意げに話す人間見ると鼻毛を抜いてやりたくなるんだけど、クソに触るようなものよね、それも。下品？ああ、そう、ムカついてうんこ漏れそう。これでいい？何よ。ああ、いいわよ。何も言わなくて、全部わかってるんだから。まどかは昔から何も変わっていませんね、でしょ。悪かったわね、変わらなくて。せめて失ったものが少ないって言ってくれればもっと嬉しいんだけど、そこまでの常識とデリカシー求めるのは無謀ね。喋ってたら書き間違えた。クソったれうんこ。書きにくい報告書ねこれ。ちょっと紅茶冷めてるじゃないの。もう出演ないんでしょ。このまま残ってたってしょうがないわ。帰りなさい。お家に愛妻が待ってるんでしょ。私は別に何時になったって構わないもの。うちに誰かが待ってるわけでもなし。あなたとは違うわ。邪魔しないでよね。あくびは手で隠すのみっともないでしょ。触れないように。今日はね、カツレツ、中にチーズ入ってる方が好き？古いなあ。今の若い人には分かんないかもよ。おじさんが昔言ってたよ。当たり前だのクラッカーとか、ケンとメリーの。親子喧嘩も大概にしなさいよ。そんな風にカゴ持ったら他のお客さんにぶつかるよ。やめなよ。チンピラみたいだよ。いた！先生、いた。あんたら私になんか恨みでもあるわけ？教師に向かってずいぶん上等な口ぶりじゃない。表に出るか？ちょっとともや、先生に向かってなんて口利くのよ。目上の人に失礼よ。私がなんであんたなんかに謝らなきゃなんないのよ。ガキのくせに。今度背のことバカにしたら蹴っ飛ばしてやるから。いい加減にしなさい。どうしてちゃんと言うこと聞かないの？もうすみません先生、智也が失礼なことばっかり言ってしまって。黙ってて。先生、よろしければうちでお食事していきませんか？大したものはお出しできないと思いますが。私結構高級志向だし、下は三つ星専用に作られてるんだけど。あいててててて、髪の毛引っ張るな。勝手にカゴの中見ないでよ、変態。これは夜食用に決まってるでしょ。本ちゃんはすごいわよ。私食事に使う皿も自分で焼くもん。カツレツなんですけど、お口に合うかどうかわかりませんが。カツレツ？カツレツか。カツとレツか。あとカリフラワーのフリットも作るかな。トモヤ好きだって言ってたよね、あれ。フリット？フリットは揚げ物ですけど。そうだったかもしんない。届くよ、普通に届く。当たり前でしょ。こんな人でも先生なんだから、媚び売っとけば後で楽になるし、智也の成績も良くなるかも。おい、何こそこそ話してるんだ。奇遇ですね、同じマンションなんて。ご近所ね。私は6階だけど、今度お食事に呼んでください。はあ、何を買ってあげたらいいんだろう。わかるわけないか。何も知らないんだから、彼女のことなんて。何年、いえ何年なんてもんじゃない。十数年ぶりに会ったんだから、それで何もかも理解できるなんて虫がいいわね。聞いてどうするのよ。誕生日形式だけの娘に何を買ってあげたらいいですかって。変なの、まるきりバカじゃないの。花でいいかしら。でも考えてみれば、私花なんか買ったことない。失礼よね、変な意味合いの花買っちゃったら。あ、もしもし、ごめん小暮だけど。違うの、仕事の話じゃなくて川村さんに聞きたいことがあって。あなた確か21よね。若い女の子ってどんなものをプレゼントされたら嬉しいもんなのかしら。明日あなたのロッカーに便箋と筆を入れておくから、今のうちに辞表の文句を考えておくことをおすすめするわ。18歳ぐらいの女の子が欲しがるものよ。いい？小学生じゃないの。慣れないことするとムカムカくるのよ、私は。ただでさえ今日は電話帳とためられるぐらいの書類書いて疲れてるんだから、これ以上怒らせないでよ。あ、川村切ったんじゃないわよ。こら、着信拒否された、あのガキ。ったくもう。困ったな。あれ？えなちゃん、クレープ食べて帰ろう。さっき大判焼き2つ食べたばっかじゃん。なんかお腹すいた。燃費悪いね。今の雰囲気、なんだろう、すごく懐かしかった。生徒さんの家でお酒というのもまずいかと思いますが、そんなに勧められるのでしたらいただきます。教職に就くものとして生徒さんの家で前後不覚になるようなことはあってはならないので遠慮しようと思いますが、そこまで勧められるのでしたら。では一口だけ。うめえよ最高。うわー、なんか寄ってきた。カツレツ上がりました。どうぞ召し上がってみてください。おー、うまそうだな。姉ちゃんもうまそうだぞ。なんつって。おじさんが2人に増えたと思えばどうってことないわよね。砕いちゃってるんですか？奥さんに怒られちゃいますよ。